ちは森永ベルです。今日はハロウィンに使える小悪魔のメイクを紹介したいと思います。デビルメイクのポイントは目尻をしっかり離させることです。今回意識したのはリップと目元を少し暗めにしたところ。今回使ったのはこちらのベースです。ちょっといつもより肌を白くしました。こちはいつもノーズシャドウを使っているやつと、いつもハイライト入れないんですけど、今日はこちらを入れてみました。跳ねさせることを意識してこちらのアイラインを使いました。次はこちらの白を塗ってからこちらの黒をかぶせてみました。白はキラキラ感がすごい出るのでこちらを使ってみました。こちらのアイシャドウは黒を少し抑えるためにこちらを赤みを入れました。この色のピンクでこちらに眉毛を描きました。やっぱりアイブロウはピンクとか売ってないのでアイシャドウで描くのがおすすめです。でこちらもう一度眉毛のバランスを見てこちらの黒をもう一度入れました。こちらのライナーでライナーの下に赤ラインを入れました。赤黒がメインなので今日はこの赤ラインを使ってみました。今日はいつも使っているつけまつげをつけました。こちらデコラティブアイラッシュのプレイキュート1です。あとこちらはダイヤモンドラッシュのフェミニンアイです。いつも使っているので馴染みやすくておすすめです。もう一度こちらのアイライナーでつけまつげとまつげの際を埋めました。こちらのマスカラでつけまつげと地まつげをなじませるためにこちらのマスカラを塗ります。で最後にこれを指につけてでもう一度暗く黒を塗りました。リップはいつも使っているこのチフレの赤リップを使って、でこちらの黒を上から塗ってからいつも使っているこの赤リップのグロスでちょっとテカリを入れてみました。このチークもいつも使っているチークです。今日は少しリップを暗くしたら暗い顔になってしまったのでチークを入れてみました。最後にこちらの顔の方をシェーディングして終了です。
今回押さえるポイントは目尻の羽と、あとリップの色、あと少し暗めにならないようにチークを入れたところです。やっぱり目元も暗くてリップも暗いと暗い顔になってしまってあんまり盛れないと思うので、チークを入れて明るい顔にしたところが特徴です。この動画の他にも黒ギャルの変身やロリパンクのメイクなども紹介しているので、ぜひそっちもご覧ください。今日はありがとうございました。